反省もせず、成長も見せずに、ひたすら暴言を吐き続けるルーク。そんな彼の前に、人々の祈り、願いを負の感情として受け止めた世界樹の闇、シュバルツが現れる。果たしてルークは、闇の権化とも言うべきシュバルツに何を語るのか。ガイには悪い予感しかなかった。シュバルツ、人々の祈りや願いを欲望として受け止めて生まれてしまった世界樹の闇か。こいつをこのままにしておけば世界は終わってしまうな。めんどくせえな。何が闇だよ、意味わかんねえっつーの。やっちまおうぜガイ、こんなわけわかんねえやつに俺んち壊されてたまるか。戦う動機はそこなんだな。俺たちならきっとやれるはずだ。我が名はシュバルツ。人のこの醜い欲望が我を生み出した。何をブツブツ言ってんだ。ハッ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 やはり来るか。欲にまみれた子よ。ハッヤッハッヤッハッヘイトレッツテイショーよっよっハッハッヤッハ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 ッヤッハッヤッハッよし、その調子で頼むぞ。ハッヤッハ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 ッグレン襲撃！ハッ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 テイ！ハッグレン襲撃！ハッ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 テイ！すまない。俺がもっとしっかりしてるぞ！それだ！グレン襲撃！グレン襲撃！急走先空波！よし、追ってず進もう。人間の祈りは欲望と同じものか。考えさせられるものがあるな。よっ、そうか？よっ、俺は何も考えることねえけど。そうか。羨ましいな。よっ、よっ。ハッ、やっ、ハッ、魔王！でも、おぉ！レッキン転送！それだ！この調子だ。やべ。グレン襲撃。俺を誰だ。輸送戦空波。俺がもっとしっかりしていれば。ハッヤッハッヤッ。魔王全然か。最初から素直にどうせっつうの。よっ。よっ。よっ。
前行ハッヤッハッヤッハッテイハッグレン襲撃せっよっハッヤッハッヤッハッテイハッグレン襲撃レスキューテンションハッハッヤッハッヤッハッテイレスキューテンション最初から素直に通せっつうの愚かな人の子よそなたは何を望む何偉そうに言ってんだお前になんか何も頼まねえっつーのよっそうかそうはっやっ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 はっへいレスキューテンションそうはっはっはっやっはっやっはっへいはっグレン襲撃輸送天空波すまない俺がもっとしっかりしようグレン襲撃なんか受けてんじゃねえよキレのいい動きだったぞ魔王デゼンコ無理でそのクズを倒したのかさすがだな輸送天空波ハッハッテイハッヤッハッヤッ魔王デゼンコハッヤッハッヤッハッテイハッハッヤッハッヤッハッテイ魔王デゼンカグレン襲撃ハッヤッハッヤッハッテイハッハッソーガダグレン襲撃輸送戦空行くぞハッヤッハッヤッハッテイハッヤッツよくに溺れし人の子よ滅ぶがよい人の醜い心ハッヤッハッヤッハッテイ抗うメイルストロー俺が醜い心なんてねえしな抗うメイルストロー それはどうなんだろうなハッヤッ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 ハッハッヤッハッヤッハッハッヤッハッメイルストロー抗うかハッハッヤッハッ輸送戦空波ハッハッヤッハッハッハッヤッハッハッハッヤッハッハッヤッハッハッヤッハ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 ッメイルストロールハッヤッハッヤッレスキューテンションハッグレン襲撃ハッヤッ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 メイルストローム行くぞ何すんだよ俺を死んだと思ってんだハッハッヤッハ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 ッ魔王デゼンコ調子に乗んなよやってやるぜこれでもあとは適当によろしく上がってる気高きグレンの炎よ燃え尽くせおお天照空分かったよ信じてやるっつうなこのままでは力を合わせていこう終われ願いとか祈りとか何も知るかよ俺はお前なんかに祈ったことねえぞハッヤッハッヤッハッヘイ答え輸送戦空波ルークの答えは輸送戦空波の行為だと思わないでくれハッだよ俺は悪くねえぞもっと守ってやるべきだったな。なんだ消えちまったぞ。まさか俺たち世界を救ったのか。なんかよくわかんねえやつだったな。祈りとか願いとかなんだそれ。シュバルツか。ルークとの相性は最悪だったみたいだな。だが今回はそれが世界を救った。
ルークのわがままも案外バカにできないのかもな。あ、なんか言ったか。いや、なんでもない。つーか、腹減ったガイ、さっさと帰ろうぜ。ああ、わかってる。まったく、世話の焼けるやつだよ。君は